死を忘れた人々が暮らす島。人が不老長寿の薬を求めて早何千年、未だにそれは見つかっていません。いや、ひょっとするとギリシャ近海に浮かぶこの小さな島を訪れたあなたは、これこそが不老不死だと思うかもしれません。エーゲ海の長寿の秘訣に迫ります。島の住民の長寿の秘訣を見ていく前に、まずは島のことを見ていきましょう。ギリシャのエーゲ海に位置するこの島の名はイカリア島。253キロ平方メートルの広さにおよそ8500人が住んでいます。そしてこの島の住民たちは不老長寿だと噂されているんです。この島の住民の3分の1はなんと弱い90歳を超えています。しかもそのほとんどが至ってお元気。ブライトサイド本家のアメリカの平均寿命は78歳、イギリスは81歳、そしてカナダは82歳ですから、その差は歴然。一体彼らの秘密は何なんでしょう。1、食生活でしょうねという声が聞こえてきそうですが、バランスの取れた食生活は大きな役割を担っているようです。脂っこいハンバーガーやシェイクを真夜中に食べたりはしません。イカリア島は荒れ狂う海のこと。商人が品物を届けることが困難な地でした。そのため地元の人々は地元で自給自足の生活を送る力を持っています。このライフスタイルは今現在までも続き、年中野菜の取れる菜園を持たないイカリア人を探すことの方が難しいと言われています。栽培した野菜や果物のみで食事を作るのがイカリア式。豆やハーブ、ナッツ類に季節の果物や野菜が並びます。工場で加工されず、抗酸化物質もたっぷりの地元作物は健康に悪いわけがありません。農薬も保存料も一切なし。イカリア島の人々のアルツハイマー病や痴呆症の罹患率が極端に低いのもうなずけますね。健康は内側からとは本当のことだったようですね。 2. コミュニティ間の違い。イカリア島の人々は仲間の輪を大切にします。自分は島の仲間のためにそこにいるというのが彼らのモットー。この考え方は島が様々な国からの侵略を受けた歴史にその背景があります。困難な時期に一致団結することを彼らは魂で知っているんです。このコミュニティ感は孤島で生きる彼らにとっては必要不可欠なもの。もちろん船や飛行機を使えば島の外に出られるといえば出られますが、ってそう、島には空港もあるんですよ。出られはするのですが、そうすることを選ばない人が多いようです。まあ長寿の島ですから出て行きたくなくなるのかもしれませんけどね。家族は何世代にもわたってこの島に住み続けているため、友達や親戚たちは徒歩で会いに行けてしまうほど近い場所に住んでいます。これがまたお互いの絆を強めています。近所の人に何か手伝い事を頼んだり、料理の材料を借りたりするのも当たり前。まさにユートピアがそこには存在します。3、運動の多いライフスタイル。岩がちな道の多いイカリア島、少しの散歩にも体力を必要とします。なんとも大変な話だと思いきや、この島で生まれ育った人々は簡単に息切れを起こしません。イカリア人の歩く距離はとんでもないもの。仲間意識が強い島の人々はお互いに会うために常に徒歩で移動しています。このライフスタイルによって彼らは適切な体重や心血管系の健康状態を維持しながら高齢者へとなっていくんです。ジムの会費もいりません。4、時計のない生活。仕事にプライベート、日々の予定などなど、私たちの生活は時計に支配されていると言っても過言ではありません。でもイカリア人はこのようなストレスとは無縁。世界のほとんどとは打って変わり、イカリア流のライフスタイルは時刻によって左右されません。またきっちりと予定を決めることもせず、基本的におおらかに過ごします。友達と夕食を一緒に作る約束をしていたとすると、相手は大体の時間にやってきます。時計やスケジュール帳を見ながらバタバタすることもありません。全ては流れるままに行われているんです。5、昼寝が多い。時計がない分
イカリアの人々は体の声により耳を傾けます。お昼のど真ん中で眠くなった時は寝てしまうんです。自分が仕事中に昼寝をする姿を想像できますか？昼寝ですっきりした日にはイカリア人は夜遅くまで活動し、翌朝早朝まで皆で遊びます。そうして眠くなったら眠り、起きたくなったら起きるんです。アラームもスヌーズもなし、なんとも幸せな生活。6. ストレスフリー。人生は競争そのもの、これぞ人生かと諦めたくもなりますね。ところがイカリア島の人々の 40% はなんと無職。仕事がないなんてストレス溜まりそうと思いきや、これがこの島の人々がストレスなく暮らせる理由なんです。収入がないので最新のあれやこれを買わなきゃという脅迫観念も、ローンの支払いも、豪邸の夢もありません。今あるだけで十分満ち足りた人々なんです。仕事もローンもクレカの支払いもなし、他に何の心配もあるわけがありませんよね。7. 家族と過ごす時間が多い。イカリア島は研究者たちがブルーゾーンと定めた5つの場所のうちの1つ。これは別に水に浮かんでいるからではありません。ブルーゾーンとは、そこに住む人が長寿であるエリアのこと。その他のブルーゾーンはイタリア、コスタリカ、日本、そしてアメリカ合衆国カリフォルニアに存在します。イカリア島とその他のブルーゾーンを研究した専門家が気づいたのが、そこにある家族関係の強さ。年長者は日々の生活において大きな役割を占めます。老人ホームなどはなく、祖父や祖母が孫の世話をしたり、家族ぐるみで家業を行ったりといったことが行われます。2009年に出版された研究記事は、この家族や友達による感情的な支えが人を鬱から守り、前頭葉の活動を活性化させ、幸福感を増大させるのだとしています。 8. 執着心がない。何年も前に誰かに抱いた恨みを未だに抱えていたりはしませんか？このようなネガティブなエネルギーこそ老いの原因の一つ。なぜならこれがストレスや悪い気分の原因となるから。恨みに執着してしまうと、新しい経験も得ることができなくなってしまいます。イカリア島の人々にとって大切なのは今を生きること。過去に起こったことでいちいち腹を立てたりはしません。イカリアの人々はダンスを愛し、等身大の自分の姿で周りの仲間を祝福します。人生はこの方がずっと楽しいんです。彼らは縛られない生活を送り、ストレスフリーな生活を送ります。島にセラピストが一人もいないのはそういうことなんですね。 9. 西洋医学に頼らない。頭痛の時はアスピリンを飲みますよね。胃痛の時はなんかもう核廃棄物なんじゃないかみたいな錠剤を飲まされます。このような薬はイカリア島には存在しません。西洋医学の代わりに使われるのは生薬などの天然由来の薬。切り傷や発疹には薬草を使い、体が自分のペースで癒えるのを待ちます。皆さんが自分でも試してみたいと思ったイカリア島の長寿の秘訣はどれでしたか？コメント欄で教えてくださいね。私は目覚まし時計なしってやつがやってみたいですね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。